キオマプリウス30ですね。まあ、キオは、サイドミラーに、LED ライトが下に追加しました。あんまり見えないかな。夜明るくなったら見せるかな。それですね、それ。ああ、ちょっと、結構大変ですけど、このミラーを外に取って、その後、こっち、まあ私写真、後で写真見せるんですけど、こっちに穴を入れて、その LED ライトを中にセットします。これインターネットで、600円ぐらいで、あとはワイヤーだけ買いました。で、ワイヤー、どうだろう。先は、これとか外する。で、この、ドアボードも外する。こっちに、なんだっけ、ネジが入ってます。こっちもネジが入ってます。これを、ネジを外に、出すと、これ、なんだっけ、引っ張ると出てきます。このボードが出てきます。ワイヤーを中から入れて、そっちまで持ってきて、こっちに、見えるかな？こっちにライトがあります。LED ライトがありますね。ソラリーライトって言うんですけど、そのパーキングライトに、ワイヤーを、繋がっています。まあちょうど明るくなったんで、じゃあそろそろ見ましょうかな。うお、どうだろうこれ、まあ、LED ライトですね。すごいでしょこれ。いいでしょ、すごいでしょ。じゃあ見た人はぜひやってくださいね。まあ簡単ですけど、まあ頑張れば何でもできるよ。じゃあぜひねやってくださいよ。じゃあまたね、バイバイ。